10日、立川市役所で行われたのは、立川市と東京都行政書士会立川支部との災害時における被災者支援に関する協定締結式。清水翔平立川市長と東京都行政書士会立川支部西村支部長が協定書にサインを交わし、協定を締結しました。この協定は、被災者が生活再建に必要な罹災証明書の申請など、災害時のさまざまな手続きに関する相談を行政書士が無料で行うというもの。この協定締結に関し、清水市長は、被災者の気持ちが動揺している状況の中で、専門家の皆様にお手伝いいただけることは願ってもないことですと感謝を述べました。被災されたとき、災害が起きたときにも、実際問題、生活再建する場面では、そうした手続きが必ず必要になってきますので、我々日頃の知識を使って、被災者の生活再建を進めていくようお手伝いできればということで、今回締結に至りました。また同じ日、立川市とファーストメディア株式会社による防災情報の提供に関する協定締結式が行われました。この協定は災害発生時、ファーストメディアが開発したアプリで、立川市内の避難所情報や防災無線の情報などが確認できるようになるというもの。また多言語にも対応しており、外国人など多くの人が利用可能となっています。清水市長とファーストメディアの山崎代表取締役社長は協定書に署名を行い、協定を締結しました。清水市長は、災害時市民が頼りにする正しい情報をいち早く発信していただけることは大変ありがたいですと述べました。こういったの協定締結を行ったことによって、立川市内のですね、住民の方がより多くのアプリをダウンロードをしていただいて、そして最新の立川市内の防災情報を知ることができると、そのことによって、立川市にとっては情報をいち早く住民に伝達することができるというメリットがあると思います。情報の入手方法であったり、生活再建に関わるですね、市民の方たちの、負担を軽減させるような取り組みというものも、市もですね、行っているところはあるんですが、やはり限界があるというものを感じているところです。ですので、こういった民間企業さんであったり、各種団体さんとの協定締結というものは、やはり市にとっては心強いことだというふうに考えています。